積雪系の一種積雪系は積雪を測る装置である。構造的には距離系の一種であり、ポール状に設けた測定部と雪面との間の距離を測ることで積雪の深さを求める。測定部にはレーザーまたは超音波の送信部及び受信部がある。距離の測定には雪面にレーザーまたは超音波が反射して戻って、 来るまでの時間を測る方式と、送受信療部と雪面上の反射点とがなす三角形の高さを算出する方式とがあり、最も精度が高いのは、後者の方式にレーザーを用いた場合だとされる。レーザー、超音波のどちらによる測定においても、枯葉や下柱による小話題が発生したり、積雪 0cm と積雪なしの判別ができないなどの問題がある。 超音波の場合は、計測センサーを地上高三から五メートル程度の位置に取り付けることが多いが、強風による反射点の変化や音速密度の不均一からプラスマイナス三センチメートル程度変動する。レーザーの場合も、計測センサーを地上高三から五メートル程度の位置に取り付けた場合、飛行体である、切面反射点のズレや、取り付け柱の揺れによりプラスマイナス一 センチメートル程度の変動がある。これらから求められた積雪芯を毎生時等で差を取り、降雪量として積算すると、無降雪にもかかわらず変動の累積が大きな値になることがあり、注意が必要である。日本では気象業務法及びその解放令により、公共的な気象観測における積雪の観測手段は、雪量系と定められており、積雪系のほか 雪弱等を用いた観測も認められている。しかし、自動観測の手段としては、事実上、積雪系しか存在しておらず、これを使用する場合は、検定に合格したものを使わなければならない。気象観測用として許容される基差は、積雪100センチ以下において2センチ、積雪100センチ超において、積雪の深さの2%である。超音波式の導入には、 地上高数メートルの場所に取り付ける場合、音速補正用の温度計が必要となる。超音波式は比較的堅牢で、寿命部品は少ないが、数センチメートル程度の精度を要求する場合は、変動が大きいことに留意が必要である。レーザー式の導入には、レーザー光源に時間寿命があることに留意が必要である。 常時観測するような使い方では5から6年で寿命に達する場合がある。照射感覚等は観測用途による工夫が延命質となる。なお、レーザー光源はモジュール化されているため修理には工学が必要となる場合が多く、供給業者の生産中止により修理不能となる場合がある。気象庁では積雪の多い場所や一部の気象干渉や雨メすに 積雪計を設置している。超音波式、レーザー式のいずれかが用いられている。ありがとうございます。